気をつけろ。近くに何かおるぞ。大きな街道から外れるとすぐこれね。ミーメル、下がって。ミーメルも戦う。危険だから下がるんだ。ちゃんと言うことを聞くんだろ。ちゃんとするって言った。ミーメルちゃんとする。ミーメルちゃんと、ミーメル守る。自分の身は自分で守るとな。大した娘だ。おいジーク、こら無理だぜ。ユージャン、ミーメルを頼む。はいよ。ここで立ち止まるわけにはいかない。すべては主のために。うん、いい感じ。魔力戻ってきた。まだ迷っておられるのですか。迷っていないといえば嘘になろう。マキ、それは心を映す鏡でもある。その美しさゆえ心奪われ、その強大な力ゆえまた心奪われる。人は己の中に必ず弱さを秘めているもの。それは神も例外ではない。アルウィディア・ディウス、神々の嫉妬の戦いですか。アガレストが二分されるきっかけとなった。神と神の戦い。バルナをめぐりレニオンとカオスが戦ったというあの戦いか。一言で表せばそうなるかもしれん。だがそこには神々のさまざまな思惑があった。それは我々が語ることではない。ですが、神ですらそうであるとすれば、私たちはその弱さを克服せねばなりません。強さを手に入れるということとはどういうことか。
考えたことはあるか。神はなぜ人に弱さを与えたのか。弱さは時として強さにもなります。己の弱さを知るからこそ強さとは何であるのか知ることができるのですか。しかし同時に神は私たちに強くなることも望んだ。だからこそこのような試練をお与えになったのです。なればこそ弱さを克服し強さを手に入れる必要があるのです。確かにバシュタールの言う通り弱さは時に強さともなります。しかし弱さはやはり弱さでしかないのです。奴らは決してその弱さを見逃すことはありません。力がなければ何も守れはしません。むざむざ倒されるのみ。マキは強大な力を有します。それゆえ一度扱いを誤ればこの世界をも滅ぼしかねません。だからこその我らラルバです。マキの力を制御し正しき使い方を示しましょう。そして打ち勝つのです。この戦いにハスカリヌ復活は大きな賭けとなるでしょう。ハスカリヌの封印は山脈そのものとも言えます。それでもハスカリヌを復活させるべきです。この世界を一つ元の姿に戻すのだという強い意志を神に示すのです。さすれば光は我らを照らし導くでしょう。光り輝く世界へ。正しき行いをなすには時に痛みを伴わねばなりません。そうだな。ただすがるばかりでは神も我々を見捨てようというもの。神の子として恥ずかしくない振る舞いをせねばならんな。その通りです。子はやがて親を超えるもの。我らが成長した姿を示し神を安心させましょう。作業自体はこの者たちに任せるのだな。ええ、まずはオサを訪ねましょう。お前たちか、ハスカリヌの封印を解くって大それたことをしようってやつらは。はい、そこでぜひともあなた方にご協力願いたいとやってまいりました。どなたかご紹介願えませんでしょうか。堅苦しい挨拶は抜きにしようや。もちろんやってやるとも。話がわかるね、おいちゃん。ハスカリヌ復活に関わらせてもらえるとは光栄なことだ。是が非でもやらせてくれ。じゃあついでに一番の鍛冶師を紹介してほしいんだけど。それこそお安い御用だ。俺だ、俺。
方がですか。ああ、なんだその反応は。お気に触ったのでしたら謝ります。ただこんなに早くお目にかかれると思わなかったものですから。気難しいおっちゃんがふんぞり返ってて、ふん、出直してこいとか帰れとか言われるのかと思ったからよ。一発であんたみてえな御仁と出会えるなんてね。お前面白いやつだな。どうだ、兵隊なんぞやめて俺んとこ来い。俺がしのけばいい職人になれるぞ。いや、まだ俺やんなきゃならないことが山積みだから。そうか、残念だな。ま、食い上げたらいつでも拾ってやろう。最終手段として覚えとくね。なあ、楽しみにしてるぞ。では、何を集めればいいのか教えていただきたいのですが。ああ、そうだな。いくら俺が凄腕つっても材料がなけりゃ何にもできねえやな。必要なものと場所はここに書いてある。4つか。数は大したことないが場所がバラバラだな。このラクリマの壺というのは東北のエルフが住んでる森を越えた先にある渓谷の名前だ。詳しい場所は現地に行けばわかる。一番近いのはここから北にあるスルスの泉だな。そこから行ってみるか。ゼルガーさん、ありがとうございました。礼には及ばねえよ。とっとと集めて俺の腕を震わせてくれや。全ては主のために。ジー君、可憐な美少女プラス1がモンスターに囲まれている。その呼び方
どうにかならないのか。そんなことはどうでもいいの。ほら、助けてあげるのが人の道でしょ。美少女だし。お主、何かろくでもないことを考えておらんか。理由はどうあれ、その意見には賛成よ。行きましょう。待て。やれやれ、この数相手に引かぬか。少々奇水球を据えてやるとするか。助けて、お兄ちゃんが殺されちゃう。助けてください。すぐ片付ける。それまでの辛抱だ。この機を逃すな。続け。まかり通る。ここで立ち止まるわけにはいかない。やっぱり俺って生かすだろ。魔力戻ってきてる。大丈夫ですか。はい、皆様のおかげで助かりました。ありがとうございます。
君も大丈夫だった？怪我はない？こちらこそ、君のような可憐な美少女に悲しい思いをさせずに済んで安心したよ。ああ、お兄さんの名前はユージェンね。君の名前はなんていうのかな。あれ？お主の邪気を感じたのだろう。里井娘だ。すみません、人見知りが過ぎる子で。あ、申し遅れました。私はカルビナ、こちらはルーティエです。先ほどのモンスターですが、俺にはあなたを狙っているように見えたのですが、何か心当たりは？それは、兄ちゃん。大丈夫だよ、ルーティエ。不器用なんだから包帯を取らないで。自分で巻き直せないでしょ。もしかしてあなたオネルテス？ええ、先ほどのモンスターは私の第三の目の魔力に引き寄せられてきたのでしょう。最近は急激にその数が減っていると聞くわ。もしかしてさっきみたいなのが？はい、そればかりか近年この瞳を狙って私たちを襲う者がいるのです。彼女にはその瞳はないようですが。この子は人間ですから。ですがこの子にも先見の力があって各地を転々としているんです。すみません、個人的な事情に立ち入ってしまって。いいえ、構いませんよ。お兄ちゃん、この人たちなの？俺たちが何か？占いでスルスの泉に行った方がいいと出て、それとあなたとそちらの方が出てきました。ん？俺とミーメルが？それが何を意味するのかまだわかりません。でもこんなにはっきり見えたのは初めてで、気になって。あなたも私たちと出会うことを予知したの？お恥ずかしながら私はあまり力が強くないようです。先見としてはルーティエの方が優秀でしょう。わかった、運命の出会いってやつだな。行き先も同じみたいだしな。あなた方もスルスの泉へ？スルスの泉はよく存じております。よろしければご同行させていただけませんか？占いの件も気になりますし、私たちの力は、特に妹の力は何かお役に立てると思うのですが。それはありがたい。ではお願いします。これからよろしく、ルーティエ。よろしくな。やば。ん？あらあら、怖がらせちゃったみたいね。大丈夫だよ、なりはこんなだけど取ってくやしないから。
ところでルーティーちゃん、その占いに俺は出てこなかったの？俺は。残念でした。あなたとは運命がつながってないみたいね。